はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジジさんです。今日は2020年の9月27日日曜日。ただいまの時刻はもうすぐ22時になります。はい。えー、今日のね、夕方ですけども、ユニハーツの Facebook と、それからツイッターの方でね、えー、嬉しいアナウンスがありました。何かというとね、えー、新しいプロジェクトでね、やっておりますね、えー、ジェリー2 いうやつですね、えー、ジェリープロね、ねジェリーのお後継機ということで、えー、まあユニハーツのお製品としてはね、ジェリー、ジェリープロ、ね、アトム、それからあタイタンね、ねその後お、アトムの X。 XL とということで、えー、その次に、ね、続いたプロジェクトとして、ジェリー2というのがね、えー、最初はあのクラウドファンディングのキックスターターの方で、そして、えー、そのプロジェクトが終わってからね、えー、キャンプファイヤーの方でね、えー、まだプロジェクトがあと34日ぐらい残ってたのかな、うん、21,999円で購入できるということで今やっておりますけども、おそのジェリー2ですけどもね、えー まあ、認証が、ね、取れましたというアナウンスがされました。 で、えー、それをね、ちょっと Facebook の方からね、記事のキャプチャーをね、えー、見たいと思うんですけども、こんな感じでね、ディアバッカーズということで書かれております。Facebook、えー、の方ではね、えー、ちょっとヘンテコではありますけども、日本語訳をね、えー、したものも掲載されております。はい、えー、ちょっとね、横並びでね、えー、ちょっと表示しておきましょう。えー、何かというとね、えー、CE とね、FCC、それから JATE とテレ e ね、このテレクがね日本の技適にあたるもんですけども認証ね合格しましたよというアナウンスがされましたはいそれから FCID と日本証明書のね ID は下記からご確認くださいということでですねはい技適マークねこの番号で取れましたよと。 ID で取れましたよというアナウンスがされました。で、日本のねフェリカの認定についてはまだね継続中で来月ね10月には終了する予定ですということですね。 で、まあ、ああの、比較的ね、えー、まあ、開発の方も順調にいったし、ね、全体的に、ま、あスケジュール通り動きましたよということで、皆さんのね、サポートに感謝しますということです。はい、えー、それから、ま、ああの、ユニハツのね、えー、ウェブサイトの方でね、ま、あ新しい、あのー、そのじ、時間限定かな、特別オファーを、ま、提供してるんで、ま、見てくださいねっていう宣伝もね、合わせて書いてあります。はい、ということで、えー、まあね、 えー、なかなか日本で使うにはこの技的にね敏感な人もいるんでね、えー、ちょっとね、えー、どうなのかなちゃんと取れんのかなってこう不安にね、えー、なってた方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、えー、そんな感じではい、えー、しっかり技的が取れましたということではい、えー、今日ねユニハーツの方からアナウンスが ありましたはい、えー。ということでまあ、短い動画でしたけどもね、えー、このユニハーツジェリー2ね、楽しみに届くのを待ってる方ね。 えーとキックスターターの方があ先にプロジェクトが終わってますのでね、早く届くと思いますけども、キャンプファイヤーの方は今日現在であと34日プロジェクトが残ってますのでね、まあ、あのー、おそらくですけどもしっかり認証マークが入ったものが送られる、そしてキックスターターの方、早くね、えー、ゲットされる方はおそらくですね、ファームウェアのソフトウェアかな、ワイヤレスアップデートってやつかな、 あれのアップデートで認証マークが入ってくるんではなかろうかというふうに思います。いずれにせよ、ね、認証取れましたよというアナウンスがね、正式にされましたし、儀的のマーク、それから ID の方もね、しっかり掲載されましたので、これからね、リーツー2、ね、受け取られる方、安心されてはいかがでしょうかね。はい。ジジさんは 今回ちょっとね、えー、ゲットしてないんですねねもうちょっと、ね、ユニハーツ好きなんだけどちっちゃいねあのスマホがもう老眼だからねもうさすがにちょっと厳しくなっちゃってね、えー、悩みに悩みましたけどもじいさんはまあ,あの今回はオーダーしてないということでまああと34日あるんでねじわじわじわとじいさんどうすんの まだ残ってるよ、期間。まだ今なら大丈夫だよ、みたいなねことでサイトが支えてくるんだけど。まあね、これ悩ましいよね。まあ、あの、今、アクションカムとかいろいろもう買っちゃったしね。ちょっと散財が続いちゃったので、うん、今ちょっと財政的にも厳しいかなっていう状況なんで。はい。まあ、また、あの、ユニハーツはね、うん、あの、面白い製品を次、またね、何か、 開発してくれるということを期待してねじいそっちの方でちょっとね、えー、望みを託しているんですけども、はい、もうすでにジェリー2をね、えー、オーダーされた方、ねえー、安心してねもう来るのをワクワクと待って、ね、あとは待つだけと。 いう状況になりました。はい、ということで、まあ、久しぶりに今日はこのじさんのチャンネルでユニハーツのね、話題を取り上げましたけども、前回ね、ちょっとね、じいさんね、ミスっちゃってね、ユニハーツのタイタンの方のね、 あのワイヤレスアップデートがねあったんだけどそれをねあのいつもはキャッチアップして皆さんにねあの日本語訳も含めてご紹介するんですけどもちょっとね前回のねあのユニハツタイタンのワイヤレスアップデートの情報ちょっとこのチャンネルでねお知らせするのをねちょっと忘れちゃいましてねうんあの申し訳なかったなと思いますあのユニハツの方のね えー、ツイッターもしくはねフェイスブックの方に詳しいこと書かれてますんでもしタイタンねまだあーアップデートされてない方がいらっしゃいましたらね、えー、そちらの方を参考にして、えー、アップデートしてみてください、えー、ユニツの全員はね比較的あの頻繁に あの、いろいろ不具合改善に取り組んでね、えー、ワイヤレスアップデートを行うようなところでありますので、えー、適宜ね、情報をうまくキャッチアップしてね、皆さん、あの、最新の状態にするようにしてはいかがでしょうか。はい。えー、ということで、今日はちょっと短い動画でしたけども、ユニハーツ、ジェリー2認証が取れましたというアナウンスがありましたという動画でした。それでは、えーね、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また